皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イエーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。はっ。あいつはなんで。ああほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは。上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。その冗談、面白くねえよ。とにかく、俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間、よろしく頼むな。